KLM オランダ航空633便墜落事故は、1954年9月5日、アムステルダム発ニューヨーク域旅客便であった、KLM オランダ航空633便が、シャノン空港を離陸直後、シャノン川に堆積した泥の上に不時着した事故である。この事故で28人が死亡した。ロッキードスーパーコンステレーション、トリトンを操縦していたパイロットは、 KLM でも最高齢の一人であるアドリアン、ビラリーであった。シャノンでの給油後、事故機は2時30分頃に離陸したい西洋を横断する工程に入った。同便には乗客46人、乗員10人が乗っていた。事故機は部分的に浸水し、墜落の間に燃料タンクのうち少なくとも一つが破裂した。 気化した燃料により多くの乗客や乗員が意識不明となり、当時揚げ潮だったためで起死した。最終的に乗員3人と乗客25人が死亡した。シャノン空港を離陸してからわずか5分以内に事故が発生していたにもかかわらず、航空士のヨハンティーマンが陸まで泳いで湿地をさまよった挙句、泥まみれになって空港にたどり着き、墜落した。と報告するまで、 空港当局はそのことに気づかなかった。墜落から2時間半後のことである。最初の救助ボートがようやく川の中の干潟に集まっていた生存者のもとに到着したのは朝の7時、墜落から3時間半以上が経過してからであった。公式調査はランディングギアが予期せずサイドギアダウンとなったことと、これに対する機長の誤った行動が事故につながったと結論付けた。 定年まであと1年を残すのみであった。ビラリーは事故の責任を否認し、KLM による事故後の処置に対して怒りをぶちまけた。後に受けたインタビューでビラリーは単に反応する時間がなかっただけだと述べた。ありがとうございます。